右も左も不自由なく使えるんだ。私が直接指揮を取ります。ミネバ様は安全に立てない。強い人が来ようと、この光の翼で！こいつ！私としたことも、深く劣った。まだやろうってんなら、相手になるよ！させるか！させるか！させるか！僕は、右も左も不自由なく使えるんだ！やったな！さすがだよ、あんた！させるか！かすめただけで！させる！フィールド制圧しました。チームワーク取れてるね。このまま一気に行っちゃおう。あんた当てる。俺の敵だよ。お前もガンダムか。ガンダムは敵。あら、パワーダウン。見るな。私の中から出ていけ。あのね、俺受動よ。させるか。させるか。ここも行かなきゃダメよ、お兄ちゃん。当てる。申し訳ありません、マスター。へへ、次はドイツだ。
分かり合える敵と本当にそんなことができるの？させるか！あったらまた会おうよね。平和な時にさせるか。させるか。まだやろうってんなら相手になるよ。男の子、戦争になるって元気で頭も回るよね。そうだ、君は正しい。頭を潰した方が戦いは早く終わる。悪いけど手加減なしだからね。ここで撃たれるならそれもまたと思ったがね。戦争で世界が変えられると思うのはおかしいよ。僕は右も左も不自由なく使えるんだ。いっぱいいるよ。全部やっちゃっていいんだろ。邪魔すんな。シャニー、オルガ。またこいつらのお守りかい。当てる。ここで。へへ、次はどいつだ。こいつ。当てる。当てるか。こそ蹴りにしましょう。どんな強い人が来ようとこの光の翼で当てる。男の子って戦争になると元気で頭も回るよね。当てる。敵もやってくれますね。ですが思い通りにはさせませんよ。任せとけって。シャングリラではよくやったもんさ。